安全帯を使用した高所作業の様子安全帯とは高い場所で作業を行う場合に使用する命綱付きベルトのことである。大まかには命綱としてのロープ部分とそれを支持物に固定するためのフック及び墜落時に人体を保持するためのベルトからなっているが人体の保持のためにロープだけではなくベルトも併用する点が安全帯という名の由来である。なお、 中国語では安全帯という語はシートベルトという意味である。2019年2月1日の改正労働安全衛生法施行令の施行に伴い法令上の正式名称が墜落制使用器具に変更された。労働安全衛生法第21条2項は事業者は労働者が墜落する恐れのある場所、土砂等が崩壊する恐れのある。 場所等にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。と定めており、同法省令の労働安全衛生規則第518条が安全帯の使用について具体的に定めている。墜落の危険性のある高所作業の原則として、事業者は高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼす。 恐れのある時は足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。との定めがあるが、そうした作業床を設けることが困難な時は防護を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。と安全帯の使用を明確に求めている。2018年6月8日に 労働安全衛生法施行令の一部を改正する、政令が交付され、2019年2月1日より施行された。フルハーネス型の使用の注意点として、ランヤードは必ず、ショックアブソーバー付きのものを選択することが挙げられる。ショックアブソーバーについては、2019年2月1日以降の企画においてはフックをかける高さに応じて、第一種と、 第二種があるため注意が必要である。主に電柱に登っての中上作業などに使う。ランヤードは開閉できるフック、綱、綱の長さを調節できる伸縮調整器、ベルト金具の構成になっている。さらに安全体を体に装着した時の住玉巻の位置の逆側に D ン金具をベルトにつける。フックと綱を電柱にぐるっと回して、フックを d 管に接続することで安全確保を行う。フックは比較的小さいタイプのものが使われる。2019年2月1日の改正労働安全衛生法施行令にて、墜落性使用器具の対象から外されたため、単独での使用は不可能となった。2019年2月1日の改正労働安全衛生法施行令により、 地上からの高さが高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所で、ハーネス型墜落性使用器具を使用して作業を行う労働者については、墜落性使用器具を用いて行う作業にかかる、業務にかかる特別教育を受講することが義務付けられた。特別教育は、学科4.5時間。 実に1.5時間の計6時間となるが、取得済みの資格及び作業経験により、科目ごとの免除がある。作業に関する知識、墜落性使用器具に関する知識、労働災害の防止に関する知識関係法令なお、以下に該当するものは、以下の免除が受けられる。なお、安全帯の交換時期の目安は、ロープが2年、その他が3年である。その他、 絶縁性を持たせたものやアルミニウムを用いて軽量化を図ったもの、ロープそのものに伸縮性を持たせたもの、ロープのみ交換可能な製品も存在する。中国語ではシートベルトのことを安全体と表記する。ありがとうございます。